皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドでシティポップを作るというこのプロジェクト。現在、2回目の A メロを、だっていうかないや、3回目かなんちょっと待って。いや、2回目です。2回目の A メロを、えー、作り終わりました。で、ここから、えー 3回目の B メロを作りたいと思います。それはコピーできるものが多いので、コピーをしていきます。はい。じゃあ、どっから行くかなボーカルからでしょうね。そりゃそうですよね。はい。ボーカルから。はい。ボーカルが歌、これが、これがサビで、あここが、ここが、これが B メロじゃないですかははいいは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 い。はいはいはい じゃあ、ボーカルやりましょうか。はい。はい。じゃあ、じゃあ、じゃあ、六五 56, 56。はい、ここから。じゃあ、じゃあ。じゃあ、じゃはい、ここまでですね。ここまでですね。はい。ここまでをコピーして、57。57を。57からコピーして、で、 えっとですね。ここですね。ここ,こ、ここですね。こっからメロディーが入るんで、サビ、あー、B メロメロディー,ビーは。い、せーの、ドン。はい、ほら、こんな感じですね。はい、いけました。じゃあ次、えー、同じようにいきたいのですが、じゃあ下からいきますか。ドラム、ドラムから。はい、57、57、57。 5757575757 57 57 57 57はい57のドラムあらあ,あそっかそっかそっか十七、はい、はい、そうですねこんな感じですね <noise> おっとこれが入っちゃダメはいそこまでここまででコピーしてはいこれをはい地道な作業ですがミスのないようにねはいはいはいこうですねはい入りましたはい次 入りました次ベースベースですベースも57までよいしょ57まで下がってはいここですねここからじゃんえっと,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 、えーと ここまでですね、ここまでですね、これをコピーしてはいはい、ここだ、ここにペーストはい。 そうですねはい大丈夫ですなんかこれあそっかしまったらまた内側でやらずに外側でやってしまったよし伸ばしとこう怖い怖い怖いまたまたなんか失敗やらかすと余計に時間かかるから予防策はちゃんとしてと,しとこうはいはいはいこの癖つけなきゃねちゃんとねよしはい次次次ははいギターですギター はいこれも57まで下がって57からこうはいこれでいいですはい、はい、でちゃっちゃっと頭から入ってるから頭から入れていいですねはい こ,こです、ね、はい、ここ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 、はい、ここ、ここで、はい、入った、次、よし、ピアノ、ピアノ、ピアノ、アノ次は君だ、あ、またこれやっちゃった、まただ,だ、またやっちゃった。 ピアノピアノ十七。はいうんだからピアノあピアノ選択じゃないあここまでですね64までが範囲なのでこれをはいどうだっけ 105ぐらいだったっけあ,あってたあってたはいコッペはいできた次えー、っとストリングスはいストリングスはい57からはい57からストリングスおっとしまったなやる順番が逆だ楽器を選んでから移動はい、うん はい、ここまでをコピーしてで105に飛んでこっちを選択してペーストしたらほらね短くならないいいですねいいですねはい次フルートフルートフルートを選択して57に飛んで で、ああ。あれそっか。B メロはハモらないんだ。よし。じゃあ次。次は、次は、ない。次がない。ない。ラッパがない。ラッパは作らなきゃいけない。はい。わかりました。ラッパは作りましょう。はい。OK です。了解しました。ラッパは作ることになります。はい。ブラスセクション。作りましょう。はい。 では、えー、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。